Welcome to Deep Within Podcast. I am your guide, Emiko Rasmussen. このポッドキャストは Soul Purpose、魂の目的を最大限に表現して、自分自身を導いているあなたのためにお届けします。Deep Within. This is a space where your inner power, inner knowing, inner truth, inner peace, and inner wealth all exist. 内側からの成長、そして本来のあなたをエンボディすることで、あなたの芯が根強く広がり、あなたの内側に存在する愛と豊かさの器も広がり、外側に溢れ出していきます。あなたはただビジネスをやっているだけじゃない。You are creating a movement and leaving a generational legacy. この道のりには多くの内なる葛藤、戦い、不安、恐怖と向き合いますが、You are actually meant to walk this path. 大丈夫。Trust yourself without seeing any evidence. I am here to guide you.Are you ready to go deep within and activate your inner feminine power? You are about to step into your next level leadership and become the living embodiment of who you truly are. Now, close your eyes, put your hands on your heart.Hello, beautiful souls. How are you doing? And thank you so much for listening to the Deep Within Podcast. 皆さん、こんにちは。今日もこのエピソードを聞いていただき、どうもありがとうございます。今日のこのエピソードは、シスターズとの インタビューになります。カンバセーションです。で、今回ね、この彼女の、まあ、彼女、ゆいさんなんですけれども、彼女とのカンバセーションですごくやっぱり私の中で思ったことは、なんか、私のところに来るシスターズって、結構な何か今これをやっているまたは、まあ、今こういう仕事をやっているでそこからじゃあビジネスっていうところに一歩踏み出すってなった時に、01みたいな感じの人たちはね あとは、まあ、まだビジネスを始めたばっかりでこれからどうしていいかわからないっていうところでねサポートが必要で来るわけですよね。で、まあ、その人たち全員共通して言えるのがなんか本当は何をやりたいかっていうことを彼女たちがみんな理解することができて始めたものよりもみんな違うものでその違うものっていうのがやっぱり本当になんかだん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 その自分の本音自分が本当のそのオーセンティシティその自分が本当の本来の自分を表現するっていうところにだん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 近づいていく。だからゆいさんもエグザンポーのそのエグザンポーの一つ一人でもあるし、I have so many people 本当にもういろんな人が私はこういうビジネスでこういう風にして達成したいっていうところから全く違ったものだったりだとかまた同じものなんだけれどもその規模ビジネスをやるっていうその人たちの規模がどん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 広がっていくっていうような形にそれがまあ成果とかねトランスフォーメーションっていうところになっていてじゃあ実際にねなんでそれが可能かって言ったらやっぱりまずはその彼女たちが対面している問題っていうのがあって私はただ単にビジネスを教える人じゃないのでまずはその人たちにその deep within、right? 自分にお帰りって戻ってくるっていうところだからそれをするでそのジャーニーをするところでやっぱりその一人一人のねこう制限であったりだとか勝手に作っているルールだったり大体の人がこうなんかこれしかできないとかなんかみんながこういう風にやってるから私もきっとこれなんだろうなみたいなそんな感じなんですよね皆さん大体始まるのがまたはなんかこれをやるっていうでもそのこの方法っていうのはもう本当にマインドの部分制限されたマインドの部分から物事を考えているでだからそういうところをこう一緒にワークしていってでその制限っていうところから一人一人が皆さんが持っているギフトっていうのがあってそのギフトでその制限を統合していくことでこれも制限をなくすっていう表現は私は全然していなくてその
調和していくことでそこで学ぶ、成長っていうものがあって、どん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 こう自分に本当に本来の自分に戻って戻って戻っていく。でその土台のところからビジネスをこう作り上げていくから、やっぱり発信っていうものも本当の自分の声、自分の発信も自分のその真実っていうところを発信できるようにもなるし、自分のこだわりっていうところを大切にして発信することもできる。なんかこういう他の SNS で発信してるような人のその発信の仕方っていうのも全然しないし、なんていうのかな、こういう風にしなきゃビジネスは成功しないみたいな、そういう箱にはみんな自分をね入れるっていうことは全くしません。Okay? なのでね、今回のこのゆいさんでものとのカーマセーションでも、彼女もねそこの部分はねしっかりとお話をしてくれました。本当に感謝です。ということで、ゆいさんのねジャーニーをぜひ楽しんでいただきたいなっていうふうに、ジャーニーのストーリーをねぜひ楽しんでいただきたいなっていうふうに思います。There you go. Here's my conversation with Yui. Okay. ではこれからYui さんにもね、これね、Yuiさんともうオンラインになって、もう何 ?40 分ぐらい話してる?40 分ぐらいね、前置きが長い。あ、40分話してないか。20分か。ね、めっちゃね、いろんなことを話して、それでやっとこれから録画のボタンを押すっていう今流れになっていますが、はい、今日のゲストは、シスターズのゆいさんです。Hello and welcome! はい、ゆみこさんありがとうございます。こちらこそ、では早速インタビュー始めていきます。まず、ゆいさんをの自己表現をお願いします。はい、皆さんこんにちは。私の名前はエリオットユイと言います。今私は沖縄に、日本の沖縄に住んでるんですけども、1年前まではアメリカの、バージニア州に住んでいました。で、私が何をしているかというと、私は家族を介護している介護者のメンタルサポートをしています。介護者のコミュニティを運営して、お互いにこう助け合いながらこうなんか、支え合っていくようなコミュニティを、運営しています。で、もともとは作業療法士を、日本でやっていまして、その時に、介護保険分野で、働いていまして、リハビリの仕事をしていて、で、介護者っていうところはずっと、関わってきていて、ただ、介護をされてる方というよりは、介護をしてる方というよりは、されてる側ですよね。障害を持ってたりとか、年齢を重ねて、自分のこう体が思うように動かないような方の、リハビリっていうところを携わってきたんですけども、先ほどアメリカで、住んでいたって話したんですけど、アメリカに移住、夫のね仕事の都合で移住したんですけども、それをきっかけに仕事を辞めてっていうところで、ずっとこうやってきた仕事っていうところで、いろんな葛藤があって、でその時に感じてたのが、やっぱ介護者のサポートってすごく大事なんじゃないかっていうところを感じてたところがあって、それをこのアメリカ移住をきっかけに、オンラインでできるんじゃないかっていうところで、オンラインで、介護者コミュニティを運営しようっていうところで今活動をしています。よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。介護者のサポートってやっぱ日本でまだそんなにないのかな、なんかあるようでないような感じ、またはあってもそれが本当のサポートなのかって言ったら、なんかそうじゃないのかなってなんか思ったりもするんですけど、どうですかその辺の、なんか実際蓋を開けてみると。そうですね、この活動をするようになって、インスタグラムとかこの SNS 発信をするようになって、その中でやっぱ介護者をサポートするっていう発信をされてる方とか、介護者カフェとかっていうのを、現地で開いていたりとかっていう方は実はいらっしゃるんですよね。ただやっぱ介護、このね人口っていう日本の、今日本に限らせていただいてるんですけど、日本の中で介護が必要な方ってすごくたくさんいらっしゃる中で、それがこう十分にこうケアできてるかって言われたら、もしかしたらそれは
ちゃんとはできてないのかなって、特にメンタル面のサポートっていうところはすごくまだ足りてないんじゃないかなっていう印象は受けています。私もね、実際に実はもう私は直接ではないんだけれども、まあ、私のファミリーメンバーの中で、まあ、ちょっとストーリーがちょっと暗いストーリーなんだけども、まあ、ロングストーリーショートということで、私のね、義理のお母さんの、まあ、妹さんに当たる人なんだけども、まあ、介護が、もう 100% 介護が必要な状態になっていて、でも、その、彼女の息子さんと娘さんが、息子さんのその娘さんね、二人は、やっぱこう受け入れる準備がまだできていないけれども、いきなりもう介護が 100% 必要っていうその状況になっちゃった時に、すごい家族の中でのバトルがあったんですよ。もうとりあえず、まあ、その州でいうと私はテキサスに住んでいて、でその受け取る場所がテキサスだった。でも彼らが住んでる場所がサンディエゴ、カリフォルニアだ。で今すぐに飛んでいけないから誰かが迎えに行ってって言われた時に、私たちのところには直接連絡が来なかったんだけども、お兄さん、私だからハズマンドのお兄さんのところに連絡が行って、で、そこでまあ、彼が、そのね、だから、まあ、おばさんに当たる人ですね、で、お迎えに行って、でも本当に、ちょっとすごいリアルな話で言うと、もう、大人で、こう、もう、おむつを替えなきゃいけないような状態、おトイレも自分で行けない状態、こういうのを、いきなり誰かがやらなきゃいけないってなると、これかなりのメンタルショックで、彼女はその経験、しかもそれがそのだから私のハズバンドのお兄さんのお嫁さんに当たる人が全部やらなきゃいけなくなっちゃった。で、そのトラウマタイズ、もうトラウマになった。しかも彼女は息子さんがいて、まだ息子さんのおむつも買いながら、いきなり赤の他人ですよね、彼女にとっては。介護いきなりしなきゃいけなくなって、で今度はそれで今度うちに今度は行かせろだとか、もうすごい、だから直接は関わらなかったけど、すっごいもうメンタル的に一気にもうなんかグワッてきたんですよね。だからなんか本当にその介護って何をやるとかっていうのもそうだけれども、感情的にもメンタル的にもものすごいこう労力を使う、もう、まあ、私のちょっとストーリーはかなりエクストリームかもしれないけれども、本当に家族の今まで普通に仲良かったものがいきなりそこで一気に割れるみたいな、そういうこととかあったりもしますよね、おそらくうちの。もちろんあると思います。はい、ね、例外とは限らないと思うんですよね。なんか結局そのもちろんこう介護って徐々にこう機能が低下してこうゆっくり、あ、そろそろ来るかなっていう状況もあれば、急にその自分の家族に介護が必要な人が現れたりっていう状況も、もういろんな状況があって、でもほとんどの人がまさか自分が介護をする立場になるって思ってないと思うんですよ。そう、特にこの高齢化社会にもなってきてますし、で女性のこの社会進出っていうところもあって、その出産年齢がやっぱり上がってきてるっていうところもあって、この介護っていうところとこう子育てっていうのが同時に来る方もいらっしゃいますし、いろんなこう状況がある中で今起こってるものだと思うんですよね。で、まあ、私はそのアメリカにもいて日本にもいてっていうところで、またこの国によっても状況が違ってたりとかして、日本はやっぱ高齢化社会がすごくこう進んでいて、こう介護保険っていうのも、まあ、2000年から始まってるんですけど、で一方でアメリカはって言ったらどっちかというとこう日本よりはまだそこに行ってなくって、まあ、もうすでに入ってはいるんですけど、介護保険とかっていうの充実度がまた違ってたりとか、まあ、私はその私の義理の父の介護を通していろんな気づきがあったんですけど、まあ、義理の父って言ったら私も国際結婚なので、まあ、アメリカでこう介護が必要な状況の中でのやりくりと、日本でのこの介護のやりくりは全然違うんですね。やっぱ制度があるかないかとか、
まあ、経済状況も違いますし、本当に国が違えばこうも違うのか。で、医療費の問題もあるじゃないですか、アメリカっね、て。もう本当に全然違うんだなっていうのはすごく感じる。ただ、共通して言えるのは、やっぱり急にこう介護が必要な方っていうのは、やっぱ家族って、やっぱりずっと心の距離が近いんですよね。で、家族って、なんていうの、もともと元気な状況も知ってるから、それが急にこう元気じゃない病気な状況になった時のこうギャップっていうところが生まれて、そこをこう受け入れるまでっていうのはものすごく大変だと思うんですよ。だからこの家族介護が難しいのはそこにあったりとかして、で、私自身もその介護っていう仕事をやってたんですけども、家族介護となると全然違ったんですよね、すごく。それがなんか、なんだろう、ここやっぱり家族介護になると感情がひっくり回される、動力以外にも辛い部分があったりとかして、それですごくこう悩んじゃう方がいるのかなって印象があります。まあ、仕事だったら全然やれちゃうんですけそうですど。ね、仕事だからっていう意味でね、なんかあ るそう程度そうこうそう決めてそう。やるっていうのは。なるほど。で、じゃあその介護っていう、その介護者の方のメンタルのサポートっていうのをやる中で、で、ゆいさんは、まあ、もちろん私と、何年だ、2021年ぐらい1年ぐらい。ぐらいはマインドセットのワークっていうところだとか、まあ、ビジネスね、当時はまた全然違うビジネスをそうでやっすね。て、ね、たんだけれども、それから今またここで、今度はまあ私がヒューマンデザイン今お話し始めて、で、なんでヒューマンデザインっていうものを学ぼうと思ったか、そしてそれを学んで、それを今、そのどういうふうにしてビジネスに活かしているかな。なるほど。すごい、まあでも本当にロングストーリーがエミコさんとはあるんですけど、この私がまあビジネスを始めて、そこからまあ介護者のサポートをしたいっていうふうに気づけたのも、やっぱエミコさんのコミュニティに入ってからなんですけ最ど後の方も、にだんだん変わっそうていですね、ね。そうですね。で、そこからまあ自分のコミュニティをもう省略すると、自分のコミュニティをこう作って、こう介護者をサポートするにあたって、で、やっぱこの方々のこのジャーニーがあるじゃないですか。もちろん最初はこう自分を犠牲にしたりとか、自分を大切にするっていう意味がなかなかやっぱ分からなかったりとか、やっぱ介護をするとこう相手っていうのは弱者になっちゃいますよね。なんか自分より体が弱かったりとか、サポートが必要。だから誰よりもこちらのこの弱い方々を、まあ、介護が必要な方々を優先してしまって、自分をないがしろにしたりとか、置いてけぼりにしたりとか、大切にする時間を取らなかったりとかっていうところで、どんどん心が疲弊していくところがあって、私はその方々を対象にこうコミュニティを作ったんですけども。で、やっぱそこでお伝えしているのは、自分をまず大切にすることで、やっぱ恵美子さんからこう学ばせてもらったセルフラブとか、そういうところをこうお伝えしていく中で、やっぱだん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 皆さんがそれが理解していって、それを実践していって、どんどんやっぱ現実が変わっていくんですよね、それを実行していくことによって。で、ライフも変わっていくしっていう中で、なんかこう皆さんが成長していったんですよね、どん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 。で、その中でも、まあ、長い間、もう本当に長い方で、約2年ぐらい関わってる方とかもいらっしゃるんですけど、まあ、その中で、もちろんこの、その、なんていうのかな、こう、ズドンとこう落ちてるところから這い上がった時に、未来を見て、自分をどういうふうに生かしていこうとか、自分がどういう人間なのかっていうのをだんだんみんな分かってきたりとかする中で、私のこう今までやってきたやり方とかをお伝えしても、それが合わない方もいらっしゃるなっていうところに気づいたんですよね。自分がこうガイドしていく中で、私のやり方が合っていないんじゃないかなとか、この人にはこういうやり方がありそうだなとかっていうのが、だんだん私も一緒に、まあ、多分成長していって、
気づくようになって、そこでちょっといろいろ、まあ、私の中でも葛藤はあったんですよね。その時に、恵美子さんのポッドキャストが 耳に入ってきて、やっぱこのヒューマンデザインをやってる、ヒューマンデザインの話をしてる恵美子さんがいて、なんだろうって聞いてみたら、なんか同じようなことを言ってて、やっぱ一人一人、まあ、恵美子さんが話してるのはビジネスだったんですけど、やっぱ一人一人やり方が違う、成功の方法っていうのはみんなそれぞれ違うっていうのが頭の、耳に入ってきて、ああこれだって、あ今後だから私が介護かガイドしていく中で、私のやり方をこうただ教えるだけじゃなくって、この人に合った一人一人に合ったガイドができるかもって 思ったんですよね、この話を聞いて。で、プラス、こう、今後の自分の方向性とかも見つけていく中で、自分自身と深くコネクトするっていうところがすごく胸に響いて、なんだろう、こう、唯一無二の存在って、その頃はまだ分かってなくて、私の中で自分が唯一無二の存在なんだっていうところを、表面的には分かってるけど、そこを認めてない自分もいて、で、いやいや、これぐらい私以外の人でもできるでしょみたいな、私がやってることは誰でもできるんじゃないかっていうところがどっかあって、やっぱ人と比べちゃう自分もいたりとかして まあそういう、なんていうのかな、自分との葛藤とこうガイドしていく中での葛藤がもうマッチして、そっからのヒューマンデザインの話を聞いて、もうこれだってすごい思ったんですよね。もうなんか夢中になって、こう恵美子さんのその時ヒューマン、マスタークラスとかやってたのかな。で、そこにも入って学んで、もうこれしかないって思いましたね。本当に。そう、そこがきっかけでしたね。実際学んで、で、ゆいさんの場合はそのガイドができるっていう、本当にそこまで、ただ単にヒューマンデザインっていうその情報を学ぶだけじゃなくって、それプラス、じゃあそれをどう使ってお客様をガイドするかっていう、そこまで情報を学んでいるじゃないですか。それで、実践してみてどうでした？まずはまあもちろん、まずまずは自分ですね、けゆいどさね。んはね、なんか学んですぐにバーンって他の人にやるっていうよりか、本当そうにですね。こう焦らずに、まずは自分にこう当てて、そんでそれ、このその次が家族にそれを、ね、私本当そうにですね。印象残ってるのがね、ゆいさんの、大丈夫かな、この話しちゃって、ゆいさんの、いいですよ、全ファ然。ミリーのね、ご兄弟がとても多くて、人もほぼ一人一人目を、もうエネルギータイプがいたっていうのがすごい面違白うかっってたんですけど、なんか本そう当ですにね、再本当現すに。るっていうところからのお客様のガイドをしっかりされてたんですけど、なんかやっぱりこう、私も恵美子さんと一緒で、なんか自分に一回落とし込まないと人にやりたくないタイプで、っていうか、込んでいく中で、本当に私のそのエネルギータイプとか、私の強みとか、それを一つ一つ知ることによっても、この学びを一つ一つやっていく中で、だからかって、あ、私ってだからそうだったんだっていう答え合わせが本当にできて、で、もちろんそれっていうのは、まあ、なんていうのかな、いい頃ばっかりじゃないんですよ。やっぱりこう自分と向き合って、見たくない、やっぱそこと向き合わないといけないかっていうようなものもあるんですけど、でもなんか一つ一つこうやっていく中で、どん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 自分のことがもう本当に理解できたりとか、ああなんだろう、これをやっていくプロセスの中で、あ本当に誰も私と同じ人っていないんだなって、もう本当に唯一無二なんだなっていうのがすごく気づけたし、あとはなんかこう強く思ったのが、あ、なんかこう、せっかくいただいてるこの強みとか、自分のこの、なんだろう、特性、なんて言えばいいのかな、自分自身のこの色とかっていうのを、あ、本当に生かしたいなって、自分人生の中に生かしていきたいなっていうのはすごく思うようになって、もちろんそれは簡単にはできない、やっぱり、でも何ていうのかな、こうそれを生かす、分かっているけどできないっていうのはやっぱり必ずあるので、それが難しかったりとかするんですけど、でももう分かった以上、もう
言えないので そこを今もまだやってる最中なんですけど、そこと向き合いながらやりつつ、でもそれをやることによって、その相手、この私がガイドしたい相手とか、私の周りのみんなのこの葛藤とか思いとかっていうのをもっとよく理解できるようになったと思うんですよね。うん、なんだろう、こう自分が自分を受け入れることによって、周りのその方々もをも受け入れられるようになった。うん、みんな一人一人違うんだよっていうところを本当の意味で伝えできるようになったっていうか、うんうん、そうすることで、うん、やっぱり一人一人がなっているし、解放されてる感、あの部分もあって、なんかやっぱどん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 みんなが楽になっていってるのを、まあ、ガイドしながら感じてて、すごく、うん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 、私のやり方を押し付けるのではなくって、その相手の生かす方法とかっていうのをお伝えすることによって、相手がすごく生きやすくなってる姿を見て、ああよかったなって思うんですよね、うん、そういうふうに今使ってるかな、うん、それってあのゆいさんのさ、ジンキーズのコンシャスの方のね、黒い意識している部分の Earth、グラウンディングのところのサインが42、うんうんうん、で、あのこの数字ってやっぱここがすごく成長っていうところだって、うんうん、ここの数字のシャドウをやっぱワークすることによって、うん、このその1個の一番大切なジンキーっていうところがもっともっとこう生かされる、ギフトが生かされるっていうところで、うん、4がディタッチメントっていうところで、うんうん、なんか手放すっていうか、こうじゃなきゃいけないっていうものを手放すっていうのがね、ウィさんのところで出てるけど、この辺苦労したのかな、どうだろう、ディタッチメント。あ、エクスペクテーションっていうのがシャドウだから、これに関してはこうならなきゃいけない、こうならなきゃいけないって、ヒューマンデザインを学び始めて、あ、だからかって答え合わせってさっき話したんですけども、あの、うん、やっぱ思い込みとか自分で、うん、あの、うん、制限かけてるところってすごく多かったんですよね、うん、で、まあ、それがやっぱりインナーワークをすることによって、だん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 気づけたりとか、まあ、恵美子さんにコーチングしてもらったりとかして気づけたりとかっていうのがあったんですよね。だから、うーん、今でも多分あるとは思うんですけど、それがだん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 こう制限が外れていったっていうところで、うん、ヒューマンデザインを学んだ時に、ああだから私すごい苦労したんだなって、なんか今も多分あるとは思うんですけど、うんうんうん、なんだろう、答え合わせにはなりましたよね、すごく、だからかみたいな。そのじゃあそれを本当にもう生かしていく上で、うん、あ、生かしてヒューマンデザインを学ん で、ゆいさんが今この提供するサービスっていうのは、ゆいさんが自分でこう誇れる、なんていうの、この私のサービスはこんなところが魅力的なのっていうところってどんなところですか？あ、ですね、これちょっと考えてみたときに、あの、ヒューマンデザインのリーディングだけを提供することもできるとは思うんですけど、私の場合今までやってきたのがコーチングをしながら相手のこう言葉をこう引き出すとかっていうのをやってきた中で、あの、ただリーディングするだけじゃなくって、そこからこのブロックとかがやっぱ見えてくるんですよね、一人一人に。あ、ここに制限があるなっていうのが、コーチングをしながらも見えてはくるんですけど、うん、ヒューマンデザインを学ぶことによって、なんかこうポイントが結構絞れるようになったんですよね、うん、なんかこう、あの、あ、多分ここにブロックもしかしたらあるかもなっていうのが、うん、あの、分かるようになって、で、なので、その、なんていうのかな、ヒューマンデザインとコーチングをこう融合しているような、あの、うん、ガイドっていうのができてるのかなって思いました。うんうんうん、確かにヒューマンデザイン使うと、うん、カンニングペーパーみたいな感じだ。そうそうそう本当に本当にそう。だから、うん、
なんか面白いなって、今までこのコーチングで時間がすごくやっぱかかるじゃないですか。心をオープンにして、そこから話をしていってとかっていうのがあるとは思うんですけど、そのプロセスがやっぱちょっと短くなることができるんですよね。ヒューマンデザインをこう一緒に使っていくと。それがなんか面白いなって思います。あとは、やっぱり私のそのヒューマンデザインからの学びを通して、私が学んだこととか、私がワークしてきたことを通してお伝えできるっていうのは、すごくオリジナルだろうなっては思います。しかもゆいさんのさ、プロファイルの数字が4と6っていうところだからさ、関係性っていうところでも、もう本当にもうハートをオープンにするような役割でもあって、でもそれはゆいさんが自分でハートを先にオープンにしてるからこそ、相手をオープンにしてくれるっていうのはあるのかなって。あります、あります。で、本当になんか46だなって思うところは、本当1対1が好きなんですよ。話すときに1対1か少人数で、そうすると私は自然に心が開いてくるんですよね。相手が分かると、相手が信頼できる相手っていうのがなんか自分の中で分かると、すごくこう心をオープンする。でもそれをすることによって相手もオープンになるし、ものすごくこう深いレベルで話ができるなって思ってて、で、私がヒューマンデザインをこうリーディングするときは、自分の中で意図があるというか、必ずその人とつながりたい。その相手、リーディングする相手と深くコネクトできるようなリーディングがしたいなって思いながらやってるんですよね。だから人がすごく好きなので、なんかそこがすごく楽しいし、まあ、さっきもちょっとこの、録音始める前に恵美子さんと話してて、恵美子さんのこう人生のストーリーとか聞きながら、すごい面白いなって思ってて、そこはすごく共通するところがあって、例えば私が病院で働いてる時に、こうその対患者さんっていうところで話がすごく好きなんですね。この人がどういう人生を歩んできて、で今こういう人がいてっていう話をすごく聞くのが好きで、だからそこはすごく、ああ46だって思6、特にそのう。い6や、ってその全体像のね、人そう、生全体の知像、恵をそこう受け取る体が求めう、てる。そうなんです。で、それをなんか自分もその人生を歩んだ感じになるんです。そこから学べることとかのがあって、なんかこう一人で成長していくよりは、誰かとこうつながることによってもっとさらに成長していける感覚があって、それがすごく面白いし好きだし、だから人が好きっていうのはあるかなって思います。なるほどね。わお。その、昔からそれはありましたね、本当に。だってもう、ゆいさん、そういう意味ではさ、昔からその本職っていうところでは、介護する側っていうところでの知識もあって、日米っていうところの文化の違いっていうところで学んだ、その介護のサポート、まあ、両方ね、介護するっていう、なんていうの？介護者の方にのサポートっていうの、違う。介護受ける側のサポートっていうのと、介護ね、提供する方のって両方本当にこう見てきて、プラスコーチングっていうスキルもあって、そのマインドセットワークっていうそこも知識もたっぷりあって、で、ヒューマンデザインっていうのもなんかものすごいいろんなこう知恵がある中で、じゃあこれからのゆいさん、どんな感じに進めていくのかな。ですよね。なんか自分もどこに行くんだろうってすごく思うんですけど、なんかヒューマンデザインを学ぶ前までは何者かにならないといけないすごく思ってたんですけど、なんか今やりたいことをやろうって思ってて、で6を、このプロファイル6っていうのをすごく聞いた時にものすごく安心したっていうのがあって、その自分の年齢によってステージがあって、こうさなぎから蝶になっていくっていうところで、あ、私そこを言ってんだなってすごく感じるんですよね。だから
別にそこにこう何者かになって、そこに収まる必要はないんだああ、なってす確ごかくに。感じるんですよね。だうん。から今その介護者サポートをしたいっていうのがあって、でその中で、なんだろう、こう私のこの介護者サポートをしたいって思ったのは、私の義理の父の介護がきっかけだったんですけど、今ちょっと時を経て、実はこの義理の父が今年2月に亡くなってっていうところで、介護をしていた、まあ、義理の母がいて、で、まあ、そのパスも、なんていうのかな、介護を終えた人っていう、まあ、義理の母とも関わってて、実は今、家にいるんですけど、まあ、中で、なんかいろんなこのライフステージ、みんなのその一人一人のライフステージを見ていく中で、なんかそれもすごく楽しいなというか、別にそこに限らず、どのステージにも限らず、まあ、いろんなステージで関わっていけたらなって思いますし、ただ共通して言えることは、誰かをこうケアしている人のサポートをしたいっていうのはすごくあって、だからそれが介護かもしれないし、まあ、子育てかもしれないし、こう誰かをこうサポートしている人のメンタルをこう健康にしたいっていうか、ヘルシーにしたいっていう気持ちはすごくずっと今も持ってるんですよね。だからそれをどういうふうな形に変えていくかっていうのは、まあ、今後もわからないんですけど、今はすごくこのヒューマンデザインのリーディングを通して、その一人一人とこのコネクトしていくのがすごく楽しいっていう時期ではあります。しかももう6っていうところでさ、分かっちゃったね。もう50代からは花が咲くってさ、すごいなんか楽しみっていう。なんですよ。だからなんか焦りがなくなった。だからすごくヒューマンデザインを通して、なんか、なんだろう、こう焦らなくなった。前は何か転職に就かないといけない、仕事を持たないといけないとか、何かこう自分を何者かにしないといけないっていうのがあったけど、今はなんか、今そこのみなんてそ何かなんていうかな、この自分の中でのライフステージをこう歩んでるんだろうなっていうところで、なんだ、どっちかというとこう目の前にあるものを大切にすることが、なんか今すごく集中してるかなって思います。でもそれをやってるからこそさ、そしたら本当にいずれか周りの人がそういうのを見て感じ取ってさ、ゆいさんが本当にロールモデルっていう存在になってるわけなんですよね、これがまた。ねえ、だからなんか型にはまることをすごく安心感として生きてきたので、今この型にはまらない状況を私の中で受け入れられて、今すごくなんか楽になってはいるんですよね、すごく。That's beautiful. Wow. Oh, I'm so happy to hear this. Wow. だってね、私のとこに入ってきた時はもう、イケイケゴーゴーみたいな、そういう感じだったからね。そういう感じでしょ、してなかったから。そうですね。違なんかった常ね、にタイこうプ目が。標があって、これに達するまでは、これはもうここまではいかないといけないみたいな。そういうような、なんかもう本当に生き残りのようなところと環境で働いていたから、やっぱもちろんそこでいたからこそ、まあそこに合わせたガイドっていうのも、コーチングっていうのでね、私、ゆいさんそうですね。サポートしてたところもあると思うんだけど、今は全く本当にそこじゃなくてっていう、すごいかなり深いところに入ってきていて、でもまあ、その中で今はもこの話を聞いていて、例えばね、今、介護っていう、自分が介護をこう提供するっていう人で、まさに本当にもう今、すごく辛い状態だったりだとか、話す人がいないとか、今はまだコミュニティっていうのはやられてます？今、ね、義理のお母さんもいらっしゃってて、大変かもしれないけれども。そうですね。今、コミュニティ自体は、もう本土の人が卒業していってっていう中で、どっちかだっとていうた。と、こう、マンツーマンのこのセッションっていうのをメインなるにほやってど。るので、でも、もし、受けたいとかっていうんであれば、全然、オープンザドアっていうか、ウェルカなムるではありほど。ます。じゃグループでこう大きなコミュニティっていうよりかは、今は、まあ、ヒューマンデザインっていうツールも使いながら、その人ピンポイントにそうですこう、ね。
コーチングをして、こう、リレーションシップを深めていっそうて、です。人をこうサポートするっていう感じなんですね。そうで OK。す。それ、OK、so I need one っていうふうに、今必要ですって言ってる方は、募集とかっていうのは全部 DM とかって、そうですね。そう、セッションを受けたいっていうのは、もし、そのリーディングを受けたいっていうのももちろんですし、まあ、コーチングでもいいですし、そうですね、個人でやり取りしていってっていう形にはなると思います。なるほど。なんか、ゆいさんはやっぱその一番初めのオープン、なんか扉の1個目にこうね、リーディングをやって、そこからこうコーチングで深めていくっていう形そうですね。っていう。OK, perfect. ぜひね、ゆいさん、本当に、リーディングをかなり結構いろんな人リーディングしてきてるよねっていう。そうですね。経験もかなり深いと思うので、ぜひぜひ、私は本当にリーディングっていうのは今も、リーディングだけの、ね、サービスは私はやってないので、ぜひ、ゆいさんに、この介護だけじゃなくてもね、自分理解っていうところで、何かメンタルっていうところからの、ね、理解があったら、私はゆいさんおすすめします。ありがとうございます。ありがとうございます。本当に、I trust you. 信用してます。で、じゃあ、その、ね、ゆいさんは、私の、もちろん、ビジネスっていうプログラムのところと、ヒューマンデザインっていうところで、ね、両方。逆に言ったら、ゆいさんほど私のこのジャーニー見てた人、ゆいさんは私が本当にビジネスって始めた、当時の頃からずっと私のことも見てたと思うので、多分私の変化っていうのも多分もう見ながら、こう一緒にね、多分そうそでれすね。を、一緒常にいました。に、一常に緒由に美子さ成んは長いましっていうた。感じ。なんか私がこうゆいさん引っ張るとかじゃなくて、本当にお互いこうね、一緒に成長するっていう感じなんですけど、こう、シスターズとの交流であったりとか、当時の時のシスターズと、まあ、また今のこのヒューマンデザインっていうところのシスターズ、なんか違うとこ感じる？それとも、is it the same？ で、あとは、まあ、どうして、仲間っていうのが必要であるかとか、なんかその辺、もしもシェアしていただいや、本当になんかすごいことに、シスターズとのこのコネクトとかっていうのは、本当に2021年に入った時にこうコネクトした人と、もうずっと今もつながっていて、なんか久しぶりに話してもあんまり久しぶり感がなかったりとかすごくするんですけど、で実際今日本に帰ってきて、実際にシスターズと対面で会うことができたりとかを今やってて、もう全然違和感がなくって、でこれは何でかなって思ったら、やっぱりこのコネクトの仕方が本当深いんですよね。本当魂と魂でこうつながってる感じで、それっていうのはその恵美子さんのこの作ったコミュニティっていうのがあって、やっぱりその恵美子さんのソウルに惹かれた人たちだから。もうそこに安心感があるし、同じような、違う道を行ってたとしても同じようなパッションっていうか、何かに対してのパッションとか強かったりとか、人が好きだったりとか、もうそこは恵美子さんが集めたコミュニティのメンバーだなってすごく思いますし、そこに惹かれたメンバーっていうのはもう何て言うのかな、もうすでになぜここにいること自体で信頼があるし、信用があるしっていうところで、だから久しぶりに会ったとしてもなんか全然違和感がないっていうか、そういう仲間だなってすごく思いますし、それは本当に前もその2021年の時のメンバーも、今新しく入ってきたメンバーも、そこは本当同じだなって思います。すごく熱いパッションを持ったメンバーだなって思うので。もう誰とでも本当になんか仲良くなれるというかっていうメンバーだなってすごく思ってます。で、なんか、で、交流のすごく大事なところは、なんていうのかな、こう、自分とは違う考え方とか、自分とは違う強みを持ってる人と関わることによって、なんだろう、逆に自分の強みに気づかせてもらったりとかするんですよね。で、自分が当たり前にやってることが自分の強みだったりとかするんですけど、それって
意外に自分ではわからないんですよ。いや、なんかうまく言えないんですけわかど、る。うん。例えば、私はどっちかというと、こう、コミュニケーションを取ることが好きだし、人と関わって話すっていうのができるんですよね。一人でバーって喋ることはできなくって、こう、対誰かと喋ることによって私の良さが出るんですけど、それを気づかせてくれたのも、シスターズの言葉だったし、自分では分からなかった。それがすごく自分の強みだってことを。だから人とこう関わり合うことでいろんなことを気づかせてもらって、本当に今回のヒューマンデザインのガイドのメンバーともよく話すんですけど、なんだろう、あなたはすごいここすごいよねってみんなお互いに言い合うんですけど、その本人は分かってなかったりとかするんですよ。そうなの？これすごいことなの？みたいな感じであるんだけど、こうやってこう仲間と関わることによって本当の意味で気づける自分の良さとかっていうのが分かるっていうのがあって、それはすごくコミュニティとか仲間の良さだなって思います。本当に。でプラスこうやってこうリアルで会うような中に立ったりとか、なんだ、こんなのをこう大人になってこんなにリレーションシップを築ける仲間ができるってそうなんね。か思いもよらなかったというか、確かに。そこはすごいなって思ってます。Oh my god. わあ。なんか私はね、これ多分ゆいさんもすごい感じるかもしれない。4っていうところで。なんかさ、他のシスターズの人たちがさ、こうなんか仲良くしてるのを見るとさ、なんか自分も入りたいって思う気持ちなんかわかるかも。わかる。そう、そこに自そ分うがなんですいないと、よ。なんか私、仲間外れにされたのかなっていそううなんさ。ですよ。だからどこにでも入りたくはなるんだけど、どこにでも入っちゃったら、今度は一人の時間がなくなるから、ありゃーって、入りすぎたみたいなのがあるか ら、人疲れね。そこはね、本当に、面白い。恵美子さんがその話してて、私、すごい、私もあるやって思ってましたもん。読んでね、読んで面白いところだと思う。わあ、なんか、正直にさ、この悪いことじゃないからちょっと安心してほしいんだけど、ゆいさんの2021年のバージョンのゆいさんの私とゆいさんとのカンバセーション、まあ、もちろんコーチングっていうところ、こんなにね、じっくりさ、ここで話すのって、そうですまあ、ね。ヒューマンデザインのところは結構深い話聞かれるけどさ、あの当時はやっぱりこう、ビジネスっていうところで結構なんていうのかな、ちょっとここ、日本語で表現できないんだけど、結構トランザクショナルななんていうの？ビジネス的なことで、じゃあ、発信はこういうふうな発信。私もだから、あの当時は、ヒューマンデザインっていうのを知らないから、自分の知ってるもので、自分のワークしてるものを、それをこう、教えてあげるみたいな、なんか、そんな感じなところも多分ね、たくさんあったと思うんだけど、で、やっぱやってるお仕事もさ、こう、今みたいにそういうコーチングっていうよりか、こう、商品を売るっていうようなところでもあって、なんか、ゆいさんの46っていうのは全然なんか見えなかった、はっきり言うと。そうなんですね。あの時の、そう、なんか、ゆいさん、こんなにと思ってたのに全然使ってなかったのかな、あの時はっていうふうに、今、思った。いや、でも今か、のでこの、もあの時は私も自分を分かってなかったですもん。もういっぱいいっぱい必死、結果を出すことすごいにす頑ご張くって必るって死いうのに、は、いや、本当に、もうただ本当に言われたことをその通りにやる 優等生みたいな そんな感じだったし、そこに違和感を感じたとしても、そこは無視しながら生きてたと思うし、空回りのジェネレーターじゃないけどさ。そうですね、そうですね、本当に、なんだろう、こう、いろんなところにエネルギーを費やして、本当に費やしたいところに全然エネルギーは注いでなかったなって思います。でもなんかそこからのさ、今っていうところってなんか、すごい本当に芯のあるさ、ドシンとしてる、ものすごいこう、なんていうの、知恵を持っている、経験豊富で知恵を持ってる人なんだなっていうのが、すごい今もう、ぶわーって。ね、なんかどうなんでしょうね、それをすごくこ
周りにもよく言われるんですよね。なんか安定感があるとか、こういると安心するとか、そんな風に言われるんですけど、全く自分にはそう思ってなかったりとかして、だけどやっぱり深い話とか相談とかっていうのはこうされることが多かったりとかして、なんだろう、そうやって自分を本当に客観的に見たら、あ、そういう人なんだなって今なら受け入れられるんですけど、あの時はそれを生かそうとか分かんなかったから、そういう自分がいるっていうのは分かんなかったので、生かす方法も知らなかったし、生かそうとも思ってなかったし、もうとりあえず分かんなかった、自分のことが。だけど、なんだろう、その先輩とかこう先やってるビジネスの人たちの真似をするとか、同じようにやれば成功できるんだと思って、必死にそこをまあこね、あうのどんカどんルどチんャーどんがカルチャーだからしょうがカない。ルチャーカルチャー、そうそうそうっていうのがあって、まあ、ビジネスの美も分からなかったので、ずっとずっと病院とかそういう施設とかに勤めてたので、いや、でもすごく良かった。いやでも今は本当に頼れる存在っていうか、なんか、ゆいさんがヒューマンデザインのこのね、あのワークというか、プログラムを取ってくれたから、なんか、たとえ私がなんかもしもカバーできないとかあったら、もうゆいさんも経験も本当に先に行ってるから、ゆいさんにリーチアウトしたら絶対サポートしてくれるからって、なんか、本当に頼れる私から見ても本当に頼れる存在ってすごく思う。なんかもうあそこにドーンって、なんかゆいさんいてくれるからっていう感じ。私強くする すいません、ね、よろしくお願いしますね。いや、すごい、でもすごい、それを、するのも好きです。そうやってこうサポートすることも好きだし、なんだろう、こう私が生かされてる感じもするので、そこはなんか嬉しいことだなと思います。なんか焦って頑張っちゃってる人がいたら、なんかゆいさんと話すれば、なんか落ち着いて帰ってくるんじゃないかなっていう。感なんじか、が。そういうふうに使われてるんだろうなって今なら受け入れられます。すごく私も楽しいですし、そういうふうに関わっていくことで。本当にありがとうございました。このもうめっちゃ濃いカンバセーションができて嬉しい。なんかゆや、いさん嬉しいです、私本来のも。ゆいさんがすごい出てきてるなっていう。確かに、確かに、もう。自分が分からなかったから自分を表現することも難しかったですしね、最初の頃っていうのは。今ならなんかもう、あ、そのまま行っていいんだみたいな、もう何も考えてないですもん。そ何のままもペーパーもないし、確かに。そのまま出してる、それでいいっていうのも、本当ヒューマンデザインを通して気づけましたし。そうだね。そうだよね。そうだよね。だって自分わかんないままさ、インタビューとかするとさ、こういうふうに答えなきゃみたいなんでさ、もう、出てきちゃうかもしれない。不意に答そう、作るえる。の、作るの、全部作るの。そうだよね。そうだよね。正しい答えを出そうとするんだよ。そうなんです。そうなんです。もう、本当にありがとうございます。ゆいさんとコネクトするのは、一番ベインストスな。タグラムがいいです。インスタグラムが。ゆいさんのさ、インスタグラムのアカウント、名前じゃないんだよね、確か。ゆい、あ、違うか、名前？エリオットユイです。そのままです。アットマークエリオットユイです。エリオットゆい言さえると、エリオットユイです。了解です。ショーノートにゆいさんのインスタグラムのアカウントも貼っておきますので。ぜひぜひコネクトしてください。好きなんで、4なんで、コネクトが好きなん一で人す。とコネクト。いや、ありがとう。Oh, thank you so much. 本当に私は、もう本当に今が、もう今すごい焦っちゃってる人は、もうユイさんのところに行ったら、めっちゃグランディングしてくれると思うので、ヒューマンデザインのリーディングとか受けてくださいって本当に思います。ぜひぜひ、ありがよろとうしくお願いございします。ました。Thank you so much. 本当にありがとうございました。ありがとうございます。